覚醒せよ、生と死の狭間に。反撃を開始しろ。クリムゾンルミア、ファーストリーダー。血の気の多い連中だぜ。まだ来るぞ。油断するな。よし、これでどうだ。ファーストリーダーゾンスリア打ち明けたか。ここからが本番だ。こうなりゃとことん付き合うまでだな。当てる。守りを固めろ。もう終わったのか。
覚醒せよ、生と死の狭間に。みんな行くぞ。さあ見せてくれ。随分離れてきたな。魂に問え、戦う意志の形を。やっつけます。ファーストウィンドゾーンクリア。私にもならんな。さあ、ゼノファクターを起動しろ。戦闘開始だ。
撃を開始しろ。何をするつもりだい？このレーザーサイトで合図を送るんだ。誰に？怪物以外の誰から。他にも私たちみたいなのがいるっての？可能性はあるな。光線、原生生物やバリアントたちであんな技術を使う者はいないな。俺たち以外の地球人はシグナルを発しているのかも。おい、こっちからも何かサインを出せないか。なんかぶっ放せばいいなら俺がやってやろうか。俺はいわゆる魔法とか呪術の類が使えるのさ。魔法？それじゃ余計な誤解を招く可能性が高い。やめてくれ。あそこで合流ってことか。ヤマトか、あそこには行けるか。レーザーとやらの発生源に簡単には行けそうにないが、示す先はこちらの目的地だな。そうか。ねえねえ、なんだ小娘。お前だけだぜ。そこに食いついてくれるのは
作を起動しろ。やっつけます。それファーストウィンドゾーン。みんな気をつけて。Oh.
士を止め、二つの魂を宿した者たちを。いつでも行けるぜ。覚醒せよ、生と死の狭間に。戦闘開始だ。
戦え。それが現状況の最適解。張り切っていこう。なんだこれ、これがゲート？おい、ヤマトが説明してくれよ。めんどくさいな、乗ってみろよ。そう言うなよ、ヤマトが。俺たちにはわからないことが多いんだ。綺麗な結晶に変化した木とか、結晶が空中に現れたりとか、不思議だらけですよね。結晶に変化した木？そりゃ逆だ逆。そんなバカな。はあ、自然の摂理ってよく言うだろ。あれは世界によって実に様々なものでな。例えばコウノトリが子供を運んでくる世界も絶対にないとは言えない。様々な摂理か。とはいえ唯一絶対の共通した法則もある。死がその一つだ。ヤマト側は逆と言った。それが全ての答えなのかもしれない。逆とはつまり結晶が木になったということだろう。結晶から生命が生まれるとすれば、確かに地球とは全く異質な摂理法則があるということになる。細かい話は置いておいて、おっしゃる通り乗ってみようかね。すごいな。トガッチってさ、カナダの言うことは聞くよね。トガッチってなんだ小娘。小娘って何よ、トガッチ。小春、置いてくぞ。なあ、ちょっと待ってよ。一人だけですか？そうだ、俺と合わせて5人か。昨日レーザーでサインを出したのはお前たちか？いや、俺たちじゃない。君でもない。ああ、俺じゃないぜ。ならあと1人か2人は集まるかもしれない。一人でも多い方が安心できるからな。
ここに来るのが善人ばかりとは限らねえだろう。それはまあ、そうだけど。嫌味を言ったわけじゃねえよ。君は？俺はキリア時久。キリアと呼んでくれ。食べるか？あらら、言うほど悪い人じゃないじゃない。まあ、一人じゃ生き延びられないことくらいは身に染みてるぞ。で、お前らの見立てでは、この場所はどういったところなんだ？最初は死後の世界とか、そんな風にも感じたけれど。俺がいるってことは、多分地獄だな。いや、今は地球より高度な文明に紛れ込んだと考えた方がしっくりくる。そうだな。ねえ、塩ないの？うちは素材の味で勝負してんだよ。甘つめにあったら頼んでみろよ。おい、この声。ああ、話すと長くなるな。君も一緒に行くだろう。その道すがらに話そう。オーケーだ。小春、どうした？私はどうやらしょっぱいものと甘いものと辛いものがないと生きていけないことに気がついた。何を言い出すかと思えば。甘いものならありますよ。果物です。最低限のエネルギー摂取ができれば活動に支障は出ないし、食わなくても死なないのに味を気にするのか。そういう問題じゃない。めんどくさい生物だな。トガッチ、甘つめにあったら頼んでみろって言ってたよね。ああ、塩や砂糖の精製程度甘つめにかかればわけはない。それはそれは。この時俺たちは甘爪という名の女性に会えば何とかしてもらえると漠然とした安心感に包まれていた。しかし現実は甘くない。都合よくことは運ばない。神様に祈るのは所詮一方的な行為に過ぎないということらしい。どうなってんだクリア。驚いてる驚いてる。瞬間移動ってやつか。そんなところかね。
これまでにない雰囲気の場所だな。ああ、いかにもって感じがするぜ。久しぶりだな、天爪。かろうじて話すのが精一杯ってところか。俺たちを地球から引き戻すのに一体どれだけ力を使ったんだ。ヤマトが、あなたもわずか数日の間に随分と印象が変わりましたね。以前と比べ随分と落ち着いたようです。このざまでは仕方がなかろう。そういう天爪こそ随分とくたびれて見えるが。仕方のないことです。俺とお前のこの惨状、一番喜んでいるのは誰だろうな。シャサールたちでしょう。シャサール？お前を襲った化け物のことさ。シャサールとは魂を狩る者。宇宙をさまよい、魂を自らの養分として喰らう全生物の敵。私はこの星を守るためにシャサールたちと戦い続けてきました。戦いの末、裏切り者のヤマトガの魂を12個に分断し宇宙に放流することに成功したのですが。あの時はうまく俺をはめたつもりだったようだが、残念だったな。俺の本体は実は右腕に宿っててな。分断された魂を一箇所にかき集めて元通りとなるはずだったんだが。その場所が地球。ヤマトガを放置すれば地球に甚大な被害を及ぼすこととなったでしょう。私は緊急措置としてこの星の機能、レディウムシステムを用いてヤマトガの魂をこちらに引き戻したのです。俺たちにはヤマトガの魂が乗り移っている。そのヤマトガの魂をこちらに引き戻した結果、俺たちもここに連れてこられた。はい、あの時はそれしか方法がなかったのです。どうして放流なんてしたんだ。殺してしまえばよかったじゃねえか。そうすれば俺たちもこんなことには。殺す？俺が言ったことをもう忘れているのか。あんたたちの問題なんかどうだっていい。地球に返してよ、今すぐ。連れてきたんだから返すこともできるんでしょ。そりゃ無理だ。返す方法はあります。ですが現状では問題が多く、極めて難しいと言わざるを得ません。どのような問題が？とりわけ大きな問題が2つ。まずシステムを行使するために必要な私の力が足りていないこと。2つ目はヤマトガを自由にするわけにはいかないこと。ヤマトガの魂と同一の状態にある今のままでは地球に返すことは認められません。認められないって、全部お前らのせいだろ。天爪、そんなどうでもいいことよりもさっさと確信を言えばいい。あらゆる魂は死後時空を超えていずこかの星にたどり着き、そこで再び覚醒する。これが世界の摂理。レディウムシステムは時空を超えて飛び交う魂の通り道、アストラルフィラメント。そのルートを制御する超文明の技術。この星と地球が何千光年離れていると思っている。物理的に行き来することは不可能。
死者だけがルートに乗って時空を超えることが可能だ。天爪は魂とそこに付随する情報をここに転送した。お前たちが無理難題を言っているとまだわからないか。彼方も小春もすでに俺の特別な力の恩恵を受けただろう。恩恵？まさかフシ？そうだ、お前たちは死ねないのだから。そもそも地球に戻るのは無理なのさ。お前たちの人生は一度終わったんだ。戻る戻らないの話じゃない。帰れない？そんな。なんだ？何か聞こえましたね。ああ、物騒な音が聞こえたぜ。バリアントが現れたようですね。シャサールはいないようですが。ここまで来るかな？来ることはないだろうが、行く必要はあるだろう。どうしてだよ。わざわざ危険な目に会いに行くことはないだろう。お前たちのお仲間の気配がしてもか。なんだと。急ごう、助けが必要かもしれない。いいですか、地球の若者たち。これまでと同様、これからもヤマトガの力はあなたたちにとって必要になるでしょう。ですが忘れないでください。ヤマトガの真の目的は自分の魂を全て取り戻し完全な復活を遂げることに他なりません。決して心を許さぬよう。全くもってその通り。返す言葉もないな。だがな、天爪よ、星の秩序を何よりも優先し、こいつらを犠牲にしたお前はどうだ。心を許すべき相手と言えるのかね。俺たち人間の言い分、ヤマトガの秘めた思惑、天爪の対極的な判断、そして狩人の異名を持つ危険な敵シャサールの本能、その全てが噛み合わず、事態はどのように進展するのか、そもそも変化するのかすら現時点では俺たちには全くわからなかった。ヤマトが状況を教えてくれ。現在確認できるバリアントは劣等種が百数たるってところか。いわゆる雑魚ってやつだ。かなり数が多いな。以前戦ったシャサールに例えれば数体分って感じだ。ゼノファクターで楽勝だろ。お前らあんな化け物と戦ってたのか。獣みたいなのは俺も遭遇したが、よく生きてたな。キリア、お前はベースとしてこの中で一番まともそうだ。
まあ、すぐに理解するさ。というやつだな。みんな行くぞ。
さあ、敵が襲ってくるぞ。反撃を開始しろ。ゼノファクターを起動しろ。いつでも行けるぜ。者どもを
まずまず。